どうもイチです。どうもアンソニーでーす。またついてくるね。ついていくよ。やっていきましょう、ドラゴンボールレジェンズ、はい、今日はアップデート来ましたね、はい、ついに6月、今日は何日ですか？13日、13日水曜日に来ました。15時に来たアップデートの内容をね、ちょっと一緒に見ていきたいと思いますので、はい、見ていきましょう。はい、来ました。まずまあ目玉はやっぱこれじゃないかな。そうですね、応援感謝キャンペーンと。応援していただいてありがとうございますと、はい、まあ、配信以降多くの皆様にあのプレイしていただいてるということで、はい、6月13日の15時から7月4日の11時までと、うん、これね、あのまあミッションが来てるんですけど、そうですね、めちゃめちゃ豪華、うん、全55のミッションクリアして超豪華報酬ゲットということで、1000万、10万、100万ゼニー、はい、プラススーパーソウルの2が、うん、全部の属性4個ずつもらえると。そう、さらに石が2000個、はい、そしてスキップチケット100枚と、うん、素晴らしいね。豪華すぎる。もう痒いところに手が届く。そう、今欲しいやつ全部これもうオーラしてくれたってことね。そうですね、てかもう欲しいやつってかもう全部ですからね。そう、確かに運営からもらえる全てのものを大量にもらえると、はい、いうことですよ。これいいね、うん、で、あのさっきちょっと見たんですけど、もうあのすでに達成しているものはもう、そうですね、起動した瞬間からもらえたよと、うん、で、あの内容が結構ね、結構難しいのもありますね。そう、1000レベルとか。ちょっと一回見ましょうか。一回見よっか。はい、はい、こちらですね、はい、ミッションの、 あの一番右にイベントってやつが来てて、そこに新たに追加されてるんですけど、あの各属性のキャラクターをレベル1000にしようと、うん、いうミッションですね。で、石がこれなんですよね、一番欲しい。みんながそう、石が各属性のキャラクター3体レベル1000を作ると、うん、まあ、最大までもらえると。やべえな。やばいね。そう、黄色もだからこれ3体レベル1000までと、うん、だね。まあ、だから300とか600までとかっていうの結構もう達成できてる人もいるかもしれないけど、それこそだからブルーはスパーキング3体今実装されてる3体をレベル1000すればいいけど、うん、グリーンとかだったらね、今もうピッコロしか育ててないよみたいな人は、そうですね、そうだからエクストリームのキャラもレベル1000にしろと、うん、そうね、いうことですよ。ちょっときついんじゃないかなね。結構全部達成っていうのは、うん、まあアンドロイド勢とかはね、あーそっかそっか、もう可能でしょうけど、う iOS 勢は結構 やり込んでる人じゃない、うん、やり込んでるというかもう課金でストーリー回してるような人じゃないと、まあね、スタミナをもう、うん、意にも介さずプレイしてる方ははいけるかな、うん、いってるかなと思いますけど、うん、僕らちょっとあれだから ね、 そうですね、ガチャのために残してるところがあるから、うん、まあなかなかね、はい、まあ、やり込みですよここはもう、うん、で7月4日までということなんで、はい、まあね、僕はなるべくエクストリームも今地味に育ててるから、うん、なるべくこれね達成したいなと思いますと。はい、でさらに、6月13日の15時からアップデートが来てるよと、うん、いうことで、まあ、さっきのキャンペーンだけではなくて以下の内容がありますということで、メインストーリーですね、はい、これについにハードが登場しました。これビビった。なんか俺ここ見てなくて、うんうんうん、キャンペーンしか見てなかったんですよ。はいはい、先にちょっとアンソニーに確認してもらったら、したらね、なんか上の方にハード、なんか切り替えボタンみたいなのが入って、はい、なんこれと思って押したら、うん、ハードって出て、いいみたいな、ね、書いてなかったけどみたいな、そしたらなんか別のとこでしたね。はいはいはい、なんかあれ、そうそうそう、そうなんですよ、このそうお知らせのアップデートっていうお知らせイベントってとこじゃなくてアップデート、そう、ここ見ないと分かんないっていうね、はい、ここをね確認していただきたいなと、はい、まあ、それをね伝える動画なんですけど、うん、あとボーナスバトル、これもあの出席取るやつね、栽培マンのやつ、金刊マンと、そう金刊、いやそれ動画でまだ多分誰も何のことってなってるかもしれないけど、あれ実は名前があるんだよね。そう、金刊マンと銀南マン昨日天然マンって言ったもんな。あ、そうだね、そうそうそう、天然マンの話はしてるかもしれないけど、全部あの色違いの栽培マン全てに名前があると金刊マン、銀刊マン、銀南マン、銀南マン、はい、それの、2話が追加されたと。あ、そう、あれストーリー追加されるんだね。あれストーリーあったのってか、いやストーリーは特になかった。あ、じゃあ単純に増えるんだね。そう増える。ちょっとそれも後でお見せしましょうと、はい、であと最後30日間で受け取りやすくするためにお助けロボから受け取れるまでの時間を24時間から20時間に短縮と。うーん、どういうこと。まあお助けロボのアイテムもそのまま書いてること。なるほどね。24時間に1回もらえるんだよね、960円のやつ。20時間にしたことによって、あ、最後切れる30日目に
もらえないってことか、24時間にしちゃってると。そうそうそう、24時間に1回だから多分そういうことでしょ。うん、最後ケツ合わせるために20時間にしとくと、要はってことでしょ、お助けロボの期間が期限残りちょっとなのに、あ、もらえないっていうね。そう、24時間だと受け取るタイミングあれだったからもらえないっていうのをなくすために、なるほどね、20時間だと最後切り替わってもらえるってことかな。多分そうかもしれない。はい、ちょっと僕らもお助けロボ買ってない、買ってないんでね、うん、まあ、買ってる方にはいいアップデートなのか、なのかなと思います。はい、ちょっとじゃあどうしようかな、メインストーリー一回見てみる。そうですね、はい、はい、こちらですね、メインストーリーのこの左上、うん、ここにノーマルからハードと押すとね切り替わるようになってて、また一章一話からと。そしてこの敵の強さやばいよねこれ一章の一話から800レベルで全員800レベルの、これはサイバーマンですね。そうですね、はい、が来て、であれだよね、報酬がすげえ豪華。そう、僕ちょっとまだ一章の一話もやってないんですけど、いきなりあのブルーのスーパーソウル2が もらえると。これ前回僕たち表を出しましたけど、そうなんだよな、作り直さなきゃと思ったけど、うん、長い一試合。そう、今ちょっとアンソニーにやってもらってたんだけど、なん5時間ぐらい、うん、一緒やってたわまあ嘘だけどマジで5分ぐらいずっとやってた、うん、長い。あと一応このチャレンジでこれもう一回ね、あの石がもらえるようになってるんで、うん、まあ、だからハードまた進めていって、またねガシャのための石を貯めていただくのもいいのかなと。でも少ないですもんね。少ないの？そうなんです。ちょっと星の数見てください。どういうこと？ハードを開いて、あ、なるほど、はい、戻って、ほら本当だ、4章しかないですよ。本当だ、なるほどね、うん、でももうちょい出してほしかった感はありますね。確かに確かに、まあでも800だもんね、いきなり。確かに、だからまあ徐々に1000レベル超えてくるのか、4勝目。確かにありそうだね。じゃ早くやろう。なるほどね、ちょっと俺もこれはまた別でね進めていきたいと思いますと、はい、で最後にイベントの方ですね、うん、これもあのさっき言ってたボーナスバトルが追加されてるのと、あのリリース最初に来てたラディッツがいなくなっちゃったと。そうですね、ラディッツ終わりました。終わりましたね。やりました？やっぱそんなやってないなるほどね、あのスーパーソウルとか集める方優先させました。俺もそっちだわ。ラッパはね伝授する必殺技が割と強いんで、あーなるほど、範囲が避けにくいっていうのがあって。確かにこれね、そうこのあれだよね、そう横2列だから、そう、ステップとかで避けづらいんですよね。ですね、なんで上げといた方がいいかもしれないです。はいはいはい、はい、でまあ噂のボーナスバトル2話が追加ということで、うん、ごめんちょっと俺今動画の撮る前に2話のこれゼニーの方1回やっちゃったんだけど、これね、28万かな、28万ゼニー、うん、あれ下が8万だよね、うん、そしたら28万ゼニー確かもらえたと。やば、ちょっと画像出しておきましょう、ここに。そうですね、トントン、だいぶもらえる。すげえ、だから経験値これだいぶもらえるんじゃないかなと思って、ちょっと行きましょう、早速行きましょう。経験値の方じゃあ、はい、さあやっていきましょう。銀ナンマこれマジ避けるよね、相手2体いんだ。そう、今回2体いるからより、じゃあ3章3体するんですかね。確かにこれから追加されたらありえるね。ああだよね、これあいつ反撃してきますからね。そうなんだよ、こいつその辺のコンピューターの何倍も強いですか。いやてかね、めちゃめちゃ避けるし、とにかく要は時間を食わせるためにあれだよね。うん、やっかい、マジ、えぇ、これ銀ナンマン、これ銀ナンマンあーでもしっかり避けていきますね。なんかでも1話の方が避けません？1話の方がそうね、体感今んとこ。てか避けすぎたから調整入ったかなあるかな。俺ちなみにこれ今これ押してんだけどな。あるある、これ謎だよね。それありますよね、ずっと押してるのに変わんないっていう、うん、あ、倒せるかな。倒せますね、はい、よいしょ。経験値見ましょう、どのぐらいもらえるんだろう。1話は4万5千、連れてたキャラが4万5千の、連れてってない残り3体が4500と。おお、やばいやばいやばい、65,700、すごっ。まあ、1.5倍。なるほどね、は言い過ぎ、いや 1.5 倍ぐらいだ、そのぐらいかな。いいね、すげえ。あ、しかも全部修行アイテムになってるよ今度。ほんとだ。そして必殺技と40カウントがクリアできずと
まあ、ただこれね毎日やっていくやつなんで、まあそうですね、はい、どうせクリアできるやつ。俺これがちょっとびっくりしたというか、まあそうだろうじゃそうだろうなんだけど、1話も当然のごとくプレイをできるんで、これからだから2回ということはできると、やはりあれですね、はい、1000レベル以上になりそうですね。そうだからだいぶねレベル、まあそうね、1000にしやすくなったし、これから先1000レベル以上がね、うん、解放される可能性が出てきたと、はい、いうことでございます。いいね、うん、これからねもっともっとドラゴンボールレジェンズ、まあ、まずはレベル上げだよね俺らは、うん、スーパーソウル集めと、スーパーソウル集めですねレベル上げっていう、まあそうだね、レベル上げはもういつでもしたいんですけど、うんうん、確かにもう上限をね、そうマジで石が出ない、解放させるために、はい、はい、というわけで皆さんも、まあ、レベル上げ、ソウル集め一緒に頑張っていきましょう、はい、というわけでありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。